望月あゆみ主演、いたぶる恋のようなものは、スリーピースロックバンドの楽曲の世界観が原案。小川美優と川村花が共演、望月あゆみがテレ東系で3月7日にスタートするキドラ24、いたぶる恋のようなもの、木曜深夜0時30分で主演を務めることが分かった。多くのティーンから支持を集める3ピースロックバンドの楽曲の世界観の原案に映像化し、彼女の生々しい浮気を見つけてしまったことをきっかけに揺れ動く痛々しい恋物語で小川美優と川村花が共演することも発表された。いたぶる恋のようなものの主題歌も原案となった楽曲を生み出し、実体験をもとに楽曲制作を行う3ピースロックバンドの書き下ろしとなるだが、そのアーティスト名は後日発表の予定となっている。芸術大学で映像制作を学ぶ学3年、根津春、モチは初めて監督として作品制作を追うことにしたが、何を撮ったらいいのか分からず悩んでいる。そんな根津の様を見来た同期のカメラマン吉川桜井健のスマートフォンにフィルターなしのリアルな投稿をするアプリモータスの通知が届く。モータスに興味のない根津だったが、後輩伊藤川村の投稿に根津の彼古賀のより側の浮気現場が映っていた。ダメだと理解しているでが離れない恋愛という若さゆえの差や葛藤が SNS や幕活を通してリアルなストーリーと温度で表現される。望月はこの作品は恋愛についてくる痛みがベースになっている作品で、古賀のゆりとの時間の中にいろんな痛みを感じながら話が進んでいきます。先輩、後輩、友達との関係性の中で生まれるカオスを楽しんでいただけたら嬉しいです。限られた話数の中でも作品の多面性を表現できるように根津春の感情を素直に演じたいなと思っていますとメッセージを寄せている。根津の彼女でありながら浮気性で多くの男性と関係を持つユリを演じる小川は、監督の山本玉城さんや主演の望月あゆみさんをはじめ駆け出しの頃からお世話になっている方々と共にこの作品に取り組めることにご縁を感じています。スタッフキャストの皆さんと共に放漫で周りを振り回し続ける古賀のゆりと手をつないで、この世界の中を思いっきり駆け回ってみようと思います。今まで演じたことのない役柄なので新たな一面をお見せできたらいいなと思っておりますと意気込む。根津の後輩で彼のことが気になる都に扮する川村は、薄糸の主人公根津春を思う気持ちは本物で一途に思い続ける姿に惹かれました。この作品で薄糸を演じられることがとても嬉しいです。これから始まる撮影で不器用で狂った愛おしい登場人物たちに会えるかと思うとドキドキしますと自身の役どころについて触れ、登場人物たちの苦しむ姿が見ていて辛い、どうか嘘であってくれと思う一方で、そこにはリアリティしかなくて気づいたらワクワク読み進めている自分がいました。大学生の複雑に絡まった心とまっすぐにねじれた愛の形をぜひ見てほしいですと呼びかけている。ドラマを手掛けるうるま光一プロデューサーは、2020年のティッシュ猫のドラマ化から始まった学ドラマの最新作で、今作はあるアーティストの歌詞の世界観を原案にしたオリジナルドラマです。企画を進めていく中で作詞作曲を担当されているに時間をいただき、いろいろお話しました。
浮気され、さらに浮気されたことで、記憶に強く残る恋愛後遺症になったという思い出は、遠い作り話のようにも、金に溢れている、近い話のようにも思えました。そして、話を聞き終わる頃には、かさぶたを剥がす時のような、痛さと強さが混在していました。はっきりしない恋愛だからこそ、ぽく、リアルに感じられると思います。アーティストのが、楽曲として昇華したように、痛いけど、背けられないドラマに挑戦いたしましたと、企画実現までの経緯を伝えている。